お願いします。お願いします。みおです。さあここからは楽天モバイルのステージです。今田さん、まずは皆さんにご挨拶いただけますでしょうか。はい、はい、こんにちは、今田美桜です。皆さん楽しんでますかお願いします。はい、私が主演を務めさせていただいてます、花咲舞が黙ってない、今流れてるんですけれども、明日第4話が放送です。地位なし、権力なし、怖いものなしの花咲舞が毎週銀行内の悪事にぶつかり倒しております。池井戸潤さん原作の爽快痛快エンターテインメントです。明日21時です。はい、第4話放送ということですけれども、第4話では元彼と再会するんですよね。はい、まあ、元彼です。たった1週間しか付き合ってない元彼ですそしてですね、その元彼がだいぶ意外な方で、今も多分出てたと思うんですけど、はい、前の智也さんが元彼役なんですけれども、はい、また意外な組み合わせだけど、すごい可愛らしい2人になってます。1週間のお付き合いということで。そうです、たった1週間の5年ぶりぐらいというところの元彼が出てくるんですけど、そこも一つ見どころですね。ちょっと気になりますね、はい、さあそして上司役には山本浩二さんですけれども、はい、初共演ということなんですね。そうですね。現場の雰囲気はどうですか。もう山本さんが本当に、まあ、ムードメーカーといいますか、とても現場を盛り上げてくださってて、いろいろともうスタッフの皆さんも共演者の皆さんも本当に笑いが絶えなくて、いつもマジックだったり心理テストだったり、こういろいろと披露していただいて、すごく楽しい時間を過ごしてます。そうなんです、レシピもですね、クラシルの方でコラボしてまして、レシピもクラシルでこう皆さんが作れるように公開もしてるので、ぜひよかったら作ってみてください。すごく美味しいです。だからあんなに美味しそうに映ってるんですね。美味しいんですよ早く次の花咲来ないかなと男基準で進んでるんですね。ありがとうございます。どうですか、現場で誰かが NG 出した時とかってどういう雰囲気になるんですか。NG を出した時ですか。私もねしょっちゅう出しちゃうんですけどでもそうですね、まあ、みんな和やかにそこは、でもやっぱり説明ゼリフもすごく多いので、やっぱりそこはなかなか難しかったり、なんだろうな、なんかこう、まあ、とにかく何度もやってますただ和気あいあいとやられてるってことですね。そうですね、はい、ありがとうございます。さあということで皆さん、今田さん主演の日テレドラマ花咲舞が黙ってない第4話は明日夜9時から放送です。さあということで今田さん、もう戻ってしまうんですけど、皆さんよろしいですか。あっという間あっという間なんですけど、皆さんぜひアピールしてくださいかわいいありがとうございます。さあということで今回ゲストで来てくださいました今田美桜さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでください。さあということで、とってもお得な楽天も